この下のミッション、じゃあ今やりますね、これ。え、いい？なに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 、ミッションをそもそも理解してない、理解してない。いや、いいっすよ、聞かなくて。じゃあちょっと、すみれ先輩、耳、耳よく聞いてて、耳よく聞いてて。あー、めっちゃ聞く、めっちゃ聞く。オッケー、いくよ、いくよ、いくよ。この笑い声を聞いてて、キモいな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 。この笑い声を聞いてて、スミレ好きだよ。え、ごめんなさい。滑ってる、滑ってる。最悪、いいっすよ。じゃあミッション、その先輩ごとにミッションを出してて、リスナーから募った。はいはいはい、あ、そういうことか。加賀姉妹は2人を呼び捨てで、タメ口で呼ぶ。うん、で、すみれ先輩にイケボで好きという。あ、あ、そういうお題があるのね。そうです、そうです。てか、越後生とかに何すんの？ちょっと怖いミッション考えてる。ちなみに、ウルハ先輩のミッションちょっと言うと、うん、こっちみんなと、うわぁ、イエソー、イエソー、イエソー、ウルハって呼ぶっていう。あ、呼び捨てなんだ、みんな呼び捨てなんだ。え、私もミッション追加していい、越後生に対して。ねえ、なになになに、ウルハ先輩って部屋汚いっすよね。あ、それあった、ミッション。あった、あった、あった、あった。どうしたらそんな部屋汚れるんすかみたいな。バカしつれ。で、絶対言えないと思いながらお腹痛めてた。いや、まあ部屋ネタはあんまりいじらない方がいいかも。自分で気にしてそう。いや、あの女の子だから、やっぱり一ノ瀬も。いや、そうだよ。そう、部屋ネタはちょっとそうだね。だから言ってほしい、ちょっと。言うんかい。休みが一ノ瀬を怒らせんの面白いから、ちょっとやってみて。どうする、今後これで私とルハ先輩こじれたら。まあ、ワンチャン、ワンチャン。ワンチャン、ワンチャン、怖い。え、怖いっすよね、普通に。いやいや、ノセは、ノセはそういうので怒る人ではないけど、まあなんか、あ、セナちゃん、そのチョイスをピックするんや、みたいな。やばいじゃん、ワンチャンこじれるじゃん。もう、もう怖い、もう怖いよ、もう。ウケる。私、死ぬんじゃね、今日のこの配信で。まあ、頑張ってね。ノセは優しいから怒んないから、じゃあ部屋聞いてみよう。ねえ、これでだからこじれたらどうすんの。ねえ、面白い。まあ、こじれたらそれのせいでしょ。じゃあ先輩が言ってめっちゃプッシュしたんすよね。あ、そう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 、加賀姉妹のせいにしていいよ。加賀姉妹が悪者になって、うん、あー、なるほどね、うん、それでいこう。そっかそっかそっか、が、うん、頑張ります。なるほどね。この後、一ノ瀬うるは先輩とくるみのあ先輩なんですけど、うんうん、うるは先輩にタメ口とウィングマン持てよと、うん、何見てんだよって言うっていう。やばくない？私死ぬかもしれない。うんうんうん。あと2人にタメ口呼び捨て。あー、終わった。やばいな、終わったな。私マジでウィングマン持てよ、マジでビビってる。もう言えないんだけど。どのタイミングで言うの私マジで。いや、私もウルハちゃんのことウルハとか言えないもん。え、言えないよね。ウルハとか言えないもん。私、もしかしたら明日卒業発表する覚悟で行かなきゃいけないかもしれない。マジで怖い。で、ちょっと2人にちょっと言っておきたいことがあって、はい、あの企画なんで、血を流して、あの何があっても怒んないでください。いや、怒るよ。怖い。お前はカモネイだ。まあ、ネギまで背負ってやってくるカモなんだよ。怒るね。いや、ちなみに何で怒るかだけ確認とっといていいですか、うん、じゃあ。え、これ遠く行きすぎても何で怒るか。何されたら怒ります。やるぞ。何されたら怒るかな。その時の気分だからな。いや、待って、じゃあ怖いって。本当に気分たち悪いやん。しかもワンパかぶってるこれ。はい、何よりも一番怖い。気分で怒るやついるからもう絶対怒られるよこれ。え、でも超怖いんだけど。もっと足音聞こえる。戻ったぞ。ドローンからログインした。え、目の前、目の前、目の前。いいよ。急で背に、これ背に。いいよ、じゃあ扉割るよ。やられた。うなっ、ちょっと待ってください。ナイス、ナイス、ナイス、いいよ。次行くしな。はい、行きます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 。あったけ。
きっとこんな優しい先輩なら何言っても怒んないんだろうな。いや、怒るよ。ねえ、なんで、なんでよ。何言われても怒るよ、なんなら。え、怖いんですけど、うん、逆に逆に何言われても怒る。え、全然もう喋れないんですけど。シールドをリチャージ。あ、すみません、ありがとうございます。誕生日プレゼントを取りに来た。え、ウルハ先輩、シールドをリチャージ中。ウィングマン、ウィングマンを発見。もう持たないよ、ウィングマンなんて。ウィングマン、も持ってよ。え？いやいや、なんでもないっす。今、何？使ってない、使ってない、使ってない。そんな怖いな。そんな、私先輩一番尊敬してんのに使わないっすよ。大声出すぞ。いやいや、どうぞ出してください。V スポーツ社会やんじゃん。怖い。洗礼受けてる。カバンがね、カバンが。なんでどいつもこいつもカバン背負ってない。どないなってんのこの辺は。僕もないんだ。なあ先輩、なあ先輩。はい。なあ先輩、欲しいっす。なあ先輩。え？なあ先輩。今殴ったか？殴ってないっす。あの、撫でました。でもお子さんいいっすか、くるみ先輩。やだー！ねえ、後輩に。なあ先輩。なあ！口利かないんじゃないよ。やでー！いやでも今回はなんかあっても。あの、加賀姉妹が責任取るって言ってたんで。待ってくれ、加賀姉妹が責任を取る言った。取らないよ、あいつら。何を取ってくれんのか全然見物だな。どういう責任の取り方を。加賀姉妹に信用しちゃいけねえって。あいつらもう言った目立ちみたいなとこあるもん。本当に口だけだよ。本当に口だけ。なんか、今回でなんかがあってもスミレに言ってってスミレ先輩言ってました。いや、スミレとか特にマジであってにならん。え、何しか言わないよ、私は。あ、そうなんや、しか言わん。全然信用されてないじゃん。いや、信用とかそんなんじゃないの。信用するしないの、表現すらもう。あ、そう、分かってない。あ、なるほど。あ、金庫だ。レプリケーターが落ちてくるぜ。ちょっと頑張ると、募集中。ないよ。ないか。ないっすよ。今タメ口使ったか。いや、使ってないっす。使ってない、使ってない。追われた本人より過敏なやつ、俺一人。使ってないっす、ないっす。私も欲しいんすよ、逆に。あ、なるほどね。そうそうそう。開いた。許すな。どうしたん？こいつやってること。シールドをリチャージしてるところだ。なんか、あすみさんに殴られて。え、怖い。サクッ突っ込んだんだけど。ビリビリビリ。アイス、アイス、アイス。